あぜが、丸東側にある本棚。流量、落差ともに、丹沢山地最大級の滝である。あぜが、丸は、丹沢山地西部、神奈川県足柄上郡山北町にある標高1293メートルの山である。西丹沢エリアの登山基地である、西丹沢自然教室の西側にそびえる山で、周辺の山々とともに、 丹沢大仙国定公園に指定されている。遠くから眺めると、神奈川県、山梨県境に伸びる、交渉国境尾根の一方のように見えるが、道尾根中部の諸久保沢の頭より、南東側へ派生した尾根状に位置している。交渉国境尾根は、佐古川水系と道志川水系の分水嶺に当たるが、あぜが丸に降った雨はすべて佐古川水系の中川川、与宿川へ流れる。 アゼが、丸山頂からは、北西、北東、南東、南の四方向に、尾根が伸びている。北西の尾根は、モロクボ沢の頭で、交渉国境尾根と合流し、合流点より、西側は、大海小山、城河、お峠、小も吊るし山へと連なる。また、同合流点より、国境尾根を北側へたどると、晩期の頭、水晶沢の塔、白石峠、 加入道山へ続き、大室山へ至る。北東の尾根は、西丹沢自然教室からの登山道が開かれている、尾根で、東海自然歩道に指定されている。南東の尾根は、あぜが、丸釣り尾根と呼ばれており、宝木沢権現山方面へ伸びるが、一般登山道はなく、バリエーションルートとなっている。南側の尾根は、大滝峠、廟部岩山、日本杉峠、 よふご山へと連なり、丹沢湖畔へ下る。あぜが、丸周辺の谷はいずれも急瞬で、丹沢山地でも、有数の豪快な大滝を複数持つことで知られている。北面から流れるモロクボ沢には、落差30メートルの大滝があり、東面を流れる西沢上流部の刀沢には、落差40メートルの下棚が、 本棚沢には丹沢三滝の一つである落差70メートルの本棚がある。南側に流れる大滝沢の上流部には雨棚、地獄棚の二つの大滝がある。なお、棚とは滝を指す言葉で、西丹沢地域の滝は霊霊棚と呼ばれることが多い。山頂部には山東三角点があり、休憩用のベンチと白石峠補修の大きな記念碑が設置されている。 山頂周辺は、ブナミズならカエデ類などの樹林に覆われており、展望はほとんどない。アゼが丸山頂のパノラマ写真を表示するには、右の表示をクリックアゼが丸の山頂3名は、山頂周辺に汗ビが多いことがなまって、アゼが丸になったと言われている。また、アゼには、塚の意味があり、遠くからを眺めると、山体が丸い塚のように見えることから、 アゼが丸になったという説もある。国土地理院が発行する地図では、山をつけてアゼが丸山の表記になっているが、登山地図や登山ガイドなどでは、アゼが丸として紹介されることが多く、登山者の間でもアゼが丸と呼ばれることが多い。アゼが丸周辺は、ブナやカエデなどの紅葉樹林に覆われており、頂上付近の臨床には、鈴竹が茂っている。 中川川の対岸にそびえる日の木道丸ほどではないが、頂上部には白矢や塩や東国蜜葉ツ,ツジなどのツツジが自生しており、5月中旬から6月上旬の夏季には山を彩る。1972年7月の昭和47年7月豪雨では、山北町の北部で記録的な豪雨がもたらされ、中川川流域で多数の被害が発生した。特に、 アが丸を水源とする西沢や大滝沢に集中して、表層崩壊型の崩壊が多く発生し、沢沿いの植生が大きく失われた。現在、沢沿いのされき地帯には、毛山藩の木や房桜などの若木が多く見られるが、これは河原の植生が数十年前に一度失われたことを物語っている。鈴竹が密生した臨床。西丹沢の登山道は、 このような矢部に覆われていることが多い。白や塩の花東国三つ葉筒子の花丹沢狩猟、大杉丸付近より見たあぜが、丸と宝木沢権現山大野山より見た、丹沢ことあぜが丸。右奥は、大室山で、左は、与不権現山大出山西側の羽生口付近から見た、あぜが、丸周辺の山々大室山より見た中川側の、谷あぜが丸への登山道は、 登録の中川川沿いにある西丹沢自然教室や大滝橋より整備されている。主な登山コースとしては次のようなものがある。西沢ルート西丹沢公園橋自然教室を起点とし、下棚や本棚などの大滝を抱える西沢を遡るルートである。山頂への最短ルートであり、東海自然歩道のサブルートに指定されている。 自然教室のすぐ裏手にある吊り橋から西沢へ入傾する。目標の図書を繰り返して沢沿いに進むと休憩用おベンチが置かれた根源山分岐へ至る。かつてこの分岐より根源山への一般登山道が開かれていたが2007年に山頂付近の野せ尾根で滑落事故が立て続きに発生したため根源山への道標が外され2008年以降は 通行止めとなっている。権ン山三分岐より先に進むと下棚分岐、さらに十分ほど歩くと本棚分岐に至る。各分岐から本道を外れて、沢を少し遡ると下棚、本棚へ行くことができる。本棚分岐を過ぎると沢から外れ、急な登りとなり、全六の沢で両線部に出る。なお、沢とは暗部を指す言葉である。そこから、尾根道が続き、 あぜが、丸の山頂へ至る。大滝沢ルート自然教室の南側にある、大滝橋より、大滝沢を遡るルートである。こちらも東海自然歩道に指定されている。大滝橋から、大滝沢に入境し、沢沿いの登山道を進むと一軒家避難小屋へ至る。一軒家避難小屋から、沢沿いの道をさらに登ると、大滝峠上であぜが、丸南側の両線部に出る。 大滝峠上より、尾根道を進むとあぜが、丸山頂へ至る。白石拓ルート白石峠自然教室より県道76号線を、さらに奥へ進んだ陽木沢で会いより、白石沢を遡るルートである。あぜが、丸周辺の登山道は3本平行に、東海自然歩道に指定されており、このルートも、全2ルートと、同様、東海自然歩道に指定されている。 陽木沢出会いは中川川支流の白石宅と陽木沢が合流する地点で、ここから白石沢を遡ると白石峠へ、陽木沢を遡ると犬越寺へ至る。白石峠直下は非常に急な登山道となっており、白石峠の名の由来となった白い大理石が足元に多く見られる。白石峠からは交渉国境を根の緩やかな大根道となり、 水晶沢の頭、社学地丸、番機の頭などの小ピークを経て諸久保沢の頭に至る。諸久保沢の頭より交渉国境尾を外れ、南東の尾根を進むとアゼが丸の山頂へ至る。山頂までの距離がやや長いルートであるが、西沢ルートや大滝沢ルートなどと合わせた周回コースとして歩かれることが多い。 交渉国境尾根重層ルート自然教室から西沢ルートであぜが丸へ登り、諸久保沢の頭より交渉国境尾根に出て尾根を西に歩き山中湖へ抜ける重層ルートである。検脚者は1日で踏破できるが長めのルートであり、登る下山口へのバスの運行本数が限られているため、時間に余裕を持って歩きたい場合は、途中の避難小屋を利用した一泊二日の工程が、 無難である。あぜが丸より先は登山者が非常に少ない区間であるが、尾根道が東海自然歩道に指定されているため、道標整備はしっかりとされている。富士急湘南バスが運行する路線バス登山口となる自然教室大滝橋へは小田急線新松田駅及び御殿場線国外駅より富士急湘南バスの路線バスが出ている。マイカー利用の場合、 最寄りのインターチェンジは、透明高速道路の多い松田 IC もしくは御殿場、インターチェンジである。インターチェンジを降りた後、国道246号を三北町方面へ進み、清水橋交差点を折れて、神奈川県道76号を奥まで進むと、自然教室へ行くことができる。自然教室の前に駐車場が設けられているが、駐車可能台数が少なく、 休日等はすぐ満車になってしまう。夏季期,期間は駐車違反の取り締まりが厳しく行われるため、シーズン中は公共交通機関の利用が望ましい。アゼが丸避難小屋の外観アゼが丸避難小屋の内観一見や、避難小屋の外観アゼが丸には、山頂付近と大滝橋からの登山道途中の2カ所に山小屋が設置されている。アゼが丸避難小屋は、アゼが 丸山頂直下、標高約1275メートル地点に位置する無人の山小屋である。収容人数は約10人。通年で利用可能で、中にはストーブとトイレが設置されている。山頂付近に位置しているため、小屋周辺に水場はないが、山麓から瀬が丸への登山道はいずれも沢沿いの道であるため、登山中に沢の水が確保できる。 一軒家避難小屋は、あぜが丸の南山腹、大滝橋からあぜが丸への登山道途中の、お西沢出会いに位置する無人の山小屋である。一軒家避難小屋と表記されることもある。収容人数は約10人。通年で利用可能だが、トイレは設置されていない。お西沢出会いは、現在は、避難小屋が佇むだけの静かな場所であるが、 昭和初期中期にかけては生誕に従事する人々の生活があり、1943年には生誕者の子供の教育のために文教場が開設された。1972年1月には京浜安保教頭がダイナマイト製造実験をしていたとみられるキャンプ跡が見つかり、当時は大きな騒ぎとなった。避難小屋の横を流れる小西沢の下流側に雨棚が、 お西沢と地獄棚沢が合流する場所には地獄棚があるが地形が急峻であるため滝へ向かう一般登山道はない。西丹沢地域の山小屋の多くは無人の避難小屋であり中川川対岸にそびえる檜道丸にある青が竹山荘が西丹沢両線部唯一の友人小屋である。小物つるし山や大棚の頭など交渉国。 堺井米方面へ縦走する際は、寝具や自炊具などの登山装備が必要となる。ありがとうございます。